日本の実業家。東京特殊電線代表取締役社長や、同社取締役会長、富士電機取締役等を歴任した。東京都出身。1975年北海道大学、教育学部卒業、小賀電機工業入社。2005年小賀電機工業、執行役員人事総務部長。2007年小賀電機工業、執行役員常務人事総務部長。 2008年小賀電機工業取締役兼執行役員,行役員常務 CSO2009 年小賀電機工業取締役兼執行役員,行役員常務 CSO 兼経営企画室長ジェフユナイテッド市原千葉の運営などに当たった2010年から東京特殊電線代表取締役社長を務めインドネシアから上田市での国内生産の移管を行うなどした 2011年、それきや取締役。2016年、人気満了に伴い、東京特殊電線取締役会長に移動し、富士電機取締役兼務。小賀電工健康保険組合理事長も務めた。東京特殊電線社長に、立川市、日本経済新聞2 0 1年後、合藤日府、ABC。 2016年3月9日、証券報告書 PDF 形式即席や、自復帰の課題見えたジェフチーバ、石垣キャンプ終了や山毎日新聞2010年2月9日スポーツ、東京特殊電線、電子基板の検査バリ、国内で一貫生産、レーザー加工機を導入2014年5月30日、日刊鉄工新聞。 東京特殊電線社長に、鈴木義博史哲公新聞2016年5月13日、新社長に、鈴木義博東京特殊電線朝日新聞デジタルに、2016年5月12日5時、新社長、東京特殊電線、鈴木義博史3期ビーズハット、東京特殊電線社長に、鈴木市日本経済新聞2016年5月11日20時56分、 R1.062514 時27分有価、証券報告書第143期 E01740 富士電気株式会社エリネッツ、工事第479号、小賀電工健康保険組合。ありがとうございます。